ジャブウォークの前代未聞の屈辱から1週間、そして誕生した高校生ドリームチーム、鏡の国のアリスに登場する怪物ジャブウォークを倒す剣に由来する、その名もウォーパーソーズ。急に決まった再戦なのによく埋まったな。日本でバスケをやってる人たち全員がバカにされたようなもんだからな。前回のあの試合中継を見て、みんなここまで見に来てるんだと思うよ。絶対に勝ってくれよな、みんな。リベンジの時は来た。ヴォーパーソーズ VS ジャバーワーク。 Hey baby, did you remember to prune your diapers? イマテンポわかんねっつんだボーゲ。まあそっちも同じだろうから、プレーで分からせてやるよ。よし、早い、東洋人とは思えないぜ。おい、ストバス育ちはお前らだけじゃねえんだぜ。出だしは文句なしだ。おい、早く出せ。来い、サルク。甘いぜ、くたばれや。こんなところから何やってんだバカな。今日のオファーサ占い1位はカニザハラ、さらにラッキーアイテム万に一つも落ちるものか。ここで第一クォーター終了、リードはボーポーソーズ。よっしゃ、いい調子できてるぞ。いいぞ。けど、ああ、確かに今押しているのはうちだ。だが第一クォーターでこんなに消耗してるみんなは初めて見る。それほどの相手なんだわ。このメンツでなかったらここまで抑えられてたかどうか、正直びっくりっすわ。マジ、ああ最高だぜ。相手にとって不足なしで。だからさ、驚いたぜ。想像以上にやりやがる。日本にもあんな奴らがいるとはな。まあやるっつっても猿にしてはの話だがな。なあシルバ。ああ、そろそろ教えてやるか、力の差ってもんを。